こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、だいぶ、もう寒くなってきましたんでね、亀たちの、冬支度をしないといけないんですけども、ビニールハウスの方がですね、だいぶもう、傷んできましてね、中のね、亀小屋も、亀たちがだいぶ成長して大きくなってきたんでね、ちょっと、手狭になってきましたんで、ビニールハウスももう少し大きいものにね、取り替えて、で中の小屋もね、サイズを大きくして、作り替えをしていきたいと思います。そのね、様子をねご覧いただければと思います。ではどうぞ。今現在ね、このビニールハウスの方がですね、サイズが奥行きが1800で、横が1500ぐらいですかね。高さもね1500ぐらいの、ビニールハウスになっております。これをですね、ちょっと今回新しく、奥行きが2400、横幅も1800で、高さも、1900ぐらいだったかな、ある少し大きいサイズのビニールハウスに交換したいと思います。
し、じゃあこれで。とりあえずこれでここまでは OK じゃん。うん。あとは？あとはその前のすだれ。重たい。